ちてくる時があります。もうなんかフォルムっていうのも本当にあれって感じのものがいきなり出てくるんですよ。たまに落ちてくるんです。それは私全員デザイアちゃんって呼んでるんですけど、線を描くっていうよりも本当になんかどっちかというと彫刻に近い感じで出てきます。でそれを描くときはすごい楽しいですね。デザイアちゃん生まれるときは、昔の町の設定の場所に行くと豚小屋があって、そこはトイレなんですよ。おばあちゃんとかに聞いたら、そこではトイレをして、で豚がそれを食べて、人間のね排泄物を食べて、でその豚が大きくなって、その豚を食べてタンパク源を取ってたっていうのを、すごい衝撃的な匂いとともに衝撃的なこう経験で覚えてて、でお皿に豚があって、その豚自分食べてて、でそれは自分の排泄物であったりとか、結局自然はそうやってリサイクルしてるっていうの意識を常に自分の中に あるんだなっていうのは、ポンとこういう風にお皿に書いてみたんですよ。これは円周率の π、 大文字になるとこうやってて、人間の体も多分筒になってて、口からもの食べてお尻から外に出すっつって、でこうやってこう円になってるっていうので π。 これはエコマンです。エコロジーのエコに、まあ人、エコマン。こうでも鼻が赤いんです。昔はね、海に行くと結構海こう覗けるほど透明で、見ていたらこうナマコだとかね、岩だとかね、青い魚とかいっぱいいたんですよ。最近帰ったら何もなくって、生き物いなくって、で砂浜をもうちょっと歩いてみたら、黒い塊がこうポンってあったんですね。でわー嬉しい、これはまだナマコが生きていたと思って、ナマコっていうのは健康な海の証って言われるから、あまだ一匹まだ残ってたぞと思って、喜んでて近づいてって、でもちょっとおかしいなと思ってつついたら、石油の塊だったんですよ。ですごいショックで、だからエコロジーっていうのも言葉でだとか、そのレベルで満足したくない。海があって、こうブルーの流れてるのがあって、悪いものとかいいもの全部出てきちゃって、でもその後町とか島とかが出てきて、空とか出てきて、でポンとそういうのが、こういうのとかこういうのが出てきちゃう感じですか。数年かかったりこの絵をそう完成させようとかっていうふうには思っていない。この絵はこれでいいと思いますけど、こう描いてるうちにこう出てきちゃうんです、風景も。だからこういうのもニョキニョキって、街だとか木だとか考えてないのに、こう木みたいな、街みたいな、海藻みたいなもの、よくわかるニョキニョキって出てきて、こう魚もニョキニョキって出てきて、なんとなくこうこの絵の外の空間、何もないところとか自分のところにわーっと風が出てきて、でそうなると、あ、できたって思うんです。でこれは聖徳太子です。肉、ピンクの肉の、ほらほらほら、8日までは作り続けようかなって思ってます。作り続けるっていうか、肉が食ってるっていうか、肉みたいなピンクのなんか肉々しいデザイアみたいなものが、こう動物を、美しい動物をどん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 食っていく。でも食ってるのかくっついてるのかわからないですけど、でそれがこうどんどん形を変えながら生きていくのを楽しんでます。
何でも自然なそのまま誰でもそのままいらして普通に見てくださったら嬉しいかな。あんまりこうじゃなければいけないとかこういうものとかそういう先入観全部なくて、アートだとかアートじゃないとかそういう意味じゃなくて遊びに来る感覚で、うん、鑑賞させられてるとかしてるとかじゃなくて、うん、遊びに来る感じで見ていただけたら嬉しいな、楽しい、私としては楽しいです。